前たちは。お久しぶりです、バキさん。オノハからわざわざどうした？何用だ？川の国への通行許可をいただきに来ました。おかげさまの書状もありますので、すぐにでも手形を用意してもらいたいのですが。タイミングが悪かったな。どうしたんです？実は手形の発行責任者が外交に出ていてな、手形をすぐに出すことはできないのだ。とはいえお前たちには大きな借りがある。なんとか用意してもらえるよう上役には声をかけておく。ええ、なるべく早くお願いします。困りましたね。まさかここで足止めを食らうなんて。なんとかできねえのかよ、大和会長。発行責任者がいないなら仕方ないよ。今は待つしかないね。くそー、ちんたらしてられねえってのに。どうにかして手形を手に入れられねえかな。という場所がありまして、そこに大事な荷物を忘れてきたんです。それは取ってきてもらえませんか？オーケーオーケー、こんなのすぐに取ってきてやるよ。おお、すみませんね。砂漠の気候はどうも私にはきつくて。とりあえず砂洞穴ってとこに行ってくるから、手形を用意して待っててくれってばよ。
よく来たな、坊主。なんだってばよ、お前ら。あ、さては商人のおっちゃんの荷物を狙って集まってきやがったな。荷物？何がおかしいんだってばよ。バカなやつだ。ここには荷物なんてねえよ。なんだと？おめえは騙されてんだよ。俺たちの仲間によ。仲間って、もしかして。話はここまでだ。金目のものは全ていただくぜ。あの商人、俺を騙しやがったな。よし、お前らやっちまうぞ。砂隠れに戻らねえと。バカな。たった一人で砂隠れ待って戻れると思ってんのか。外は俺の仲間で一体だ。お前もここまでだ。ふん、この渦巻きナルド様をなめんじゃねえってばよ。たっぷり礼をしてやるからな。
お前がなぜここに。スナドウケツに行ったはずじゃ。へへへへへ、よくも俺を騙してくれたな。あの盗賊たちみたいにお前もぶっ倒してやるってばよ。舐めてもらっては困ります。こいつらはさっきの奴らとは一味違いますよ。あなたに勝てますかね。ふん、すぐに蹴りつけてやる。こいつは盗賊と結託して金品を奪っていた砂隠れの指名手配者だぜ。なかなか尻尾をつかめなかったがここまでだな。そう。はあ、一段落だな。そういや、お前たちってばどこ行ってたの？遊びにでも行ってたのか？おいおい、ずいぶんな言い草じゃんよ。まったくだ。わざわざ手形の発行責任者を連れてきてやったってのもな。え、そうなの？すまない、迷惑をかけたようだな。バキからお前たちのことで連絡を受けてな、すぐに用事を済ませてきたんだよ。おお、サンキュー。お前たちってば頼りになるってばよ。まったく元気なやつだな。ほら、これが手形だ。やった、手形ゲットだってばよ。しかも半永久的に使える手形じゃん。今後は自由に川の国へ行き来ができるぜ。すごい。でもこんな特別な待遇いいんですか？お前たちのことを信頼してのことだ。分かっているとは思うが悪用はするなよ。当たり前だってばよ。それでは我々は川の国へ向かいます。手形、どうもありがとうございました。じゃあな、時間が空いたらまた来るってばよ。あ、またな。